生きていた川手氏殺人鬼山本はじめが自殺してから数日後のある夜警視庁の刑事部長は捜査課長や中村係長の進言を入れてこの大犯罪事件の終焉を祝し並々ならぬロ苦をなめた民間探偵宗像博士をねぎらう意味の荘園を催した。 別段手柄を立てたわけではないが捜査課長や中村係長の友人である明智小五郎も席を賑わすためか博士と共に招待を受け主角5人京橋区の F レストランとの別室に食卓を囲んで雑談の花を咲かせていた宗像さんは2人まで助手の命を取られているんだから。 今度は一生懸命だったでしょうね。しかしあなたのおかげで案外早く犯人たちの自決を見て何よりでした刑事部長が宗像博士を慰めるように言うと博士はべっ甲縁の眼鏡を直しながら恐縮の面持ちで答えた。いや… 今度は最初から失策続きで実に申し訳ないと思っております。いつも一歩の差で犯人にしてやられたのです。私の助手はともかくとしてせっかく依頼を受けた川手家の人たちをついに救うことができなかったのは実に残念でした。私としては全力を尽くしたのですが今度のやつだけは。 明智さんも言われたようにどこか人間離れのした気ちがいめいた知恵を持っているやつで常識では想像もつかない手を打つので非常な苦労をしてしかも苦労がいがなかったのです明智さん中村君に聞けばあなたも今度の事件には非常に興味を持っていられたということですが何かご感想は あなたは北園流子は自殺でないというご意見だったそうですね刑事部長はなぜか明智の痛いところへ触れるような言い方をしたすると明智はそれを待ちかねてでもいたように「そうですよ僕はそう考えているのです」ときっぱり言い切るのであったえあなたは 今でもあれを多殺だとお考えなのですか。捜査課長がびっくりしたような表情で横合いから口を出した多殺としか考えられませんね。明智は決まりきったことのようにどうする色もなく答えたそれを聞くと宗像博士の目が異様に光った博士は明智の挑戦を感じたのだ もう黙っているわけにはいかぬハハハハ明智君大人げないじゃありませんかいくら名探偵の君でも時に失策がないとは言えぬそれを一度口にしたことはあくまで押し通そうというのはつまらない意地というものですよ飛び降り自殺をした山本めは竜子の実の兄だったじゃありませんか いくら我が身を守るためだと言って真実の妹を殺すなんて考えられないことです。現に山本の遺書にも妹は自殺したのだとはっきり記してあったではありませんか。それともあなたはあの山本の遺書を認めないとでも言うのですか。博士はまるで後輩にでも言い聞かせるような態度で明智をたしなめた。 認めませんね。あんな都合のいい遺書なんてあるもんじゃない。あれはまるででたらめですよ。ああ、何を言い出すのだ。明智は気でも違ったのではないか。彼は宗方博士との手柄争いに敗れて、まるでダダっ子のようにやけくそになっているのかとさえ怪しまれた。明智君、君は本気でそんな無茶を言っているのですか。 酔っているのじゃありませんかたとえ悪人にもせよ死の間際に書き残したあの告白が「でたらめ」だなんてありえないことです。君こそデタラメを言っているとしか考えられませんねそれとも何かあの遺書を認めないはっきりした理由があるのですか一座の人々もこの口論では宗方博士に味方しないわけにはいかなかった。 明智はは今日はどうかしているのだ。博士が言ったように酔っ払っているのかもしれない刑事部長と捜査課長とは非難を込めた眼差しで無言のまま明智の顔を見つめるばかりであったところが博士の質問に答えた明智の言葉はますます意外なほとんど健康人の論理を無視したようなものであった。 ああ明智は本当に気が違ってしまったのではあるまいか人々はもうあっけに取られて急には言葉も出ないありさまであった無論遺書を認めない理由ははっきりしていますよあの自殺した男が果たして犯人の一人であったかどうかを疑うからですえな何ですって君は… 犯人でもない男があんな衣装を書いて飛び降り自殺をしたというのですか宗像博士は開いた口が塞がらぬという体でほとんど笑い出さんばかりの表情であった眼帯の男の顔をはっきり見届けたものは誰もないのですただ武将ひげを生やした労働者風の大男ということが分かっているばかりです それがあの飛び降り自殺をした男と同一人であったとどうして保証できましょう無論眼帯の男の筆跡も分かっていないのですからあんな遺書など誰にでも偽造できるじゃありませんか明智のとめどもない方言に宗像博士は激怒のために真っ赤になってしまったそれじゃ君はあの自殺した男が偽物だったというのですか バカバカしい犯人でもないものがわざわざ遺書まで用意して自殺するなんて、君は一体何を考えているのです酒の上の冗談でないとすれば、君は気でも違ったのではありませんかはははは、<laughs> そうかもしれませんね。相手が気違い犯人ですから、僕もお付き合いをして気が狂ってしまったのかもしれません。僕自身でさえ、 今僕の考えていることがあまり波外れな機械な事柄なので本当に頭がどうかしたのではないかと不安になるくらいです例えば僕はまだこんなことも考えているんですよ飛び降り自殺をした男が犯人でなかったばかりでなくあの北園隆子さえ犯人かどうかよくわからないということです僕は確証が欲しいのです あの2人が「あなたの信じているように真犯人であってくれればいいと」と僕は随分その確証をつかむために悩んだのですがいかんながら確証は全くないことが分かったのですここまで来ると一座の人々はもう黙っているわけにはいかなかった明智は実に驚くべき妄想を描いているらしいことが分かってきたからだ。 彼は眼帯の男を否定し北園隆子をすら否定せんとしているするとこの殺人事件の犯人はまだ一人も捕まっていないことになるではないか事件が落着した心祝いの集いに招かれて彼は事件の落着そのものを頭から否定しているのだああこれは一体どうしたことであろう 刑事部長も捜査課長も何か口々に驚きの叫び声を発したが当の宗像博士の憤慨はもう極点に達していた博士は例の三角形のあごひげをピリピリ震わせて思わず椅子から腰を浮かし明智の前に握りこぼしを振り回しながらわめくのであった「明智君黙りなさい君は僕に何か支援でもあるのですか!」。 僕が解決した事件をなぜぶち壊そうとすするのですしかしお気の毒だが君の言い草は死に滅裂まるでキチガイの戯言ごとじゃないかそんなでたらめな論理で僕の仕事にケチをつけようなんて君もあまりに子供らしいというものだ北園隆子が犯人でないなんて一体どこからそんな結論が出てくるのです 君は三十渦巻の指紋を忘れたのですか犯人でもないものがわざわざ指を切断して屋根裏に身を隠すなんてそんなバカバカしいことができると思うのですかところが僕は北園竜子があのか指しの持ち主だったからこそ真犯人ではないと考えるのですよえ宗形くんこの意味がおわかりですか 明智は落ち着き払ってニコニコ笑ってさえいるのだ。わかりませんね。そんなキチガイの戯言は僕には少しもわからない。皆さん、あなた方には大変失礼ですが、私はもう一刻もこんなキチガイと同席するのはごめんです。中座させていただきます。宗方博士は椅子から立ち上がって、 今にも食堂を立ち去ろうとする気組を見せた。まあ、待ってください。主賓のあなたに帰られては、今夜の集まりの意味がなくなってしまいます。明智さん、あなたは今夜はどうかしていらっしゃるようですね。せっかく我々が宗方さんの異論の宴を催したのですから、この席で論争をなさることは差し控えていただきたいと思います。 とにかく事件は落着して世間でもホッとしているのですからこの際根拠のない否定論は慎んで下さらないと困りますねえ。<laughs> 捜査課長が仲裁するように言って取ってつけたように笑ってみせたいや皆さんが僕が無茶を言っているようにお思いなさるのは無理もありません。 しかし僕の考えには、は決して根拠がないわけではありませんよ。僕の悪い癖でしてね筋道を離さないで突然結論から始めるものですから僕の頭の中の論理をご存じない皆さんは全く感情的な暴言のように感じられるのですでは順序を立ててなぜ僕が2人の犯人を偽物だなどと言い出したか そのをお話ししましまょう。<laughs> 宗像君もそんなに立腹しないでまあ一応僕の話を聞いて下さい明智は両手を上げて制するようにしながらいつに河わらぬニコニコ顔で一同をなだめるのであった酔っ払ったのでもなければ頭が変になったのでもない。 明智は何かしら一座の人々には想像もできないような機械な推理を組み立てているらしい。ひょっとしたら、彼の犯人自殺否定論には深い根拠があるのかもしれない。人々はそう考えると、半信半疑ながらともかく、明智の説明を聞いてみるほかはなかった。宗方博士も不詳武将に着席した。 そこで明智が話し始める僕は中村君からこの事件の経過を聞いたときに殺人鬼の行動に一つの心理的な矛盾があることを気づいたのです。そしてその角度から宗像君とは全く別の見方でこの事件を眺めてみようと思い立ったのですその矛盾というのは他でもありません。 犯人はなぜ川手氏の死体を2人,人の娘さんは実に残酷なやり方で見せ物のように囚人の目の前にさらされている娘さんたちでさえそんなひどい目に遭わせた復讐者が当の川手氏に限ってその虚に出なかったのには何か特別の理由がなくてはならない。 もしかしたら犯人は川弟氏を死体の陳列はできないけれどもしかし死体の陳列などよりももっと残酷な方法で殺害したのではないか例えば長い時間かかって徐々に死んでいくような極度に残虐な方法を暗出したのではないかと考えたのですそこで僕は龍子が自殺をした翌日 川手氏が行方不明になったという N 駅の近くの山中の一軒家へ出かけていきましたああある理由のためにこのことはここにいる中村君以外には誰にも知らせずこっそり出発したのですあの一軒家は今では留守番もない全くの空き家になっているので門を開くこともできず僕は非常な苦心をして堀を渡り高い塀をよじ登って 内へ忍び込んだのですそしてたっぷり1日かかって屋内屋外を残るところなく捜索しましたあ,あしかしその捜索の模様などをここで詳しくお話しする必要はありませんすぐに結果を申し上げますと結局僕の推察が当たっていたのですつまり僕は川手翔太郎氏を発見したのです そこまで聞くと刑事部長はもう黙っていられなくなった川手氏の死骸をですか一体どこに隠してあったのです当時あの地方の警察が山狩りまでして捜索してもとうとう発見できなかったのですがいや死骸ではありません僕は生きている川手さんを発見したのです 明智の意外千盤な言葉に人々は色めき立った。え生きていたそれは本当ですかじゃあ、犯人は肝心の川手氏に復讐を遂げなかったわけですかいや、そうではありません。犯人は犯罪史上に前例もないような残酷極まる方法で、川手氏に復讐したのです。 もし僕の発見がもう一日遅れたならばおそらくこの世の人ではなかったでしょう一体それはどんな方法です。捜査課長がひどく興奮して思わず口を挟んだ生き埋めです川手氏は棺桶用の木箱の中へ入れられてあの家の庭の林の中に埋められていたのです で、あなたはそれを救い出したのですか一体どうして今日まで生きながられていたのです今日ではありません僕がそれを発見したのは今から10日も前なのです川手氏が行方不明になってからちょうど5日目でした5日の間土の中にいたばかりです多分 変わって死を嫌が上に苦しめるためでしょう。その棺受け用の箱には所々に隙間がつくってあったのです。つまりあっけなく窒息してしまわないように、できるだけ長く闇の地中で苦しみもがくように息の通う場所を作っておいたのです。それに埋められた位置も割合に浅く。 土と落ち葉の混じったようなもので覆われていたのですから川手氏は缶の中でもかろうじて息を続けることができたのですしかしただ息ができるというだけで食い物は無論なく厳重に釘付けにされた厚い板の中でほとんど身動きもできず飢餓と迫ってくる死の恐怖とのためにかわいそうに。 川手氏は髪の毛がすすっっかり白くなっていたほどです僕がどうして川手さんの埋められている場所を発見したかというともしやそんなことではないかとあらかじめ想像をしていたので庭の林の中なども念入りに歩き回ってみたからです警察の人たちがあれを発見できなかったのはまさか邸内の土の中に埋められていようなどと 考えても見なかったためでしょうそこで僕は川手さんを助け出して僕が乗っていった自動車に担ぎ込みそのまま甲府市のある病院へ入院させたのですそして数日後川手氏の元気が回復するのを待ってこっそり東京に連れ帰り実は今僕の家にかくまってあるのです。 勝手な真似をしたとお叱りを受けるかもしれません。しかしかこれにはやむを得ないわけがあったのです甲府市の病院でもわざと河手さんの名を隠しておきましたし無論警察へも届けませんでしたなぜかと言いますと僕は河手さんの口からこの事件の裏に潜むあらゆる秘密を探り出そうとしたからですそれには、 瀕死の病人も同然のあの人の記憶が完全によみがえるのを待たなければならなかったのですで河手氏はすっかり元気を回復しましまたか元通りの健康体になりましたか宗像博士が初めて口を開いた博士の顔には何はともあれ事件依頼者の無事を喜ぶ色が浮かんでいたいや まだ健康体とは言えません僕の家の一間に閉じこもったきり寝たり起きたりという状態ですそうですか何としてもお手柄でしたそれを聞いて僕も心が軽くなりましたよ博士はたいもなく明智の手柄を称えたがふと何事か思い出した様子で「ああ夢中になっていてうっかり忘れるところだった皆さん ちょっと失礼します。ある事件依頼人に電話をかける約束があったのです。時期戻りますから、明智君、話の続きはしばらく待っていてください。と慌ただしく電話室へと立っていった。明智さん、そんなに私立探偵の権能を振るわれては困りますね。 川手氏を発見しながら無断で自宅にかくまっておくなんてことを荒だてれば何かの犯罪を構成しますぜ刑事部長は半ば偽談のように明智の勝手な振る舞いを責めたいやその説明は今に詳しく申し上げますが決してお叱りは受けないだろうと信じています 犯人が魔法使いみたいな恐ろしいやつですからこちらも少し変則な手段を取らなければならなかったのです明智は弁解しながらなおも川手氏発見の模様を何かと話し続けるうちにやがて電話室から宗像博士も席に戻ってきた御用は済みましたか 明智は非常に愛想よくニコニコ笑いながら声をかけた。すみましたよ。どうもお待たせいたしました。では、今のお話を続けていただきましょうか。博士も妙に丁寧な口調で答え、何かひどく嬉しいことでもあるように、ロイドメガネの中の目を細め、三角ひげを揺るが、せながらニタニタと笑ってみせるのである。あっ